強くなりたい、すべての鬼を倒すまで。だから前回は富岡義勇に柱稽古をねつけてもらったんだけど、今回はは音の呼吸渦井天元、この力を使いたい。ただ派手さが足んね。じゃあです、今回も鬼滅の刃の世界やっていくんですけど、今回は渦井天元の力。渦井天元はな、遊郭編でもうめちゃくちゃかっこいい姿を見たと。だからこそ今回はその音柱のね柱稽古を受けていきたい。いや楽しみだな。だって妻が3人もいる派手な力だからな。ただ技自体は結構少ないんだよね。1の方、4の方、5の方しかないから、意外とシンプルかもしれない。派手にしては。あと今回ね、後半にもうめちゃくちゃヤバい力で使っていきたい。渦井さんを極めた後は、それじゃあ早速この世界を夜にして、さあ鬼を飼っていこう。でね、渦井天元さんはね、もうこんな感じで振るだけでね爆発すると。さあ伊之助と京都だ、早速。オッケー。まあ開幕はねちょっと弱いから京都で倒しつつ、やっぱ渦井さんはね刀2本あんのがいいよな、かっこいい普通に。ただちょっとまだ鬼殺隊に入ったばっかだから、あまりにも弱いな。これ殴るだけで爆発するのがやっぱ派手でいいな。じゃあちょっとしばらく鬼狩りして階級上げていこう。鬼を倒せばね倒すほど階級上がってきたら。さあということで、だいぶね強くなったんじゃないか。まだ柱には遠いけど階級も結構上がったぞ。さあこれならある程度のね強い敵にも戦えるんじゃないか。やべ、でもあれは強すぎる。ダキちょうどいいけど、音柱の相手にはちょっとまだ俺音柱じゃないからな。さあ手鬼がいるぞ。じゃあやつやってみるか。早速全集中、音の呼吸1の方とどろき。さあ惨劇による爆発を相手にくらわして、オッケー。強い1の方、これが音柱か。さあすさまるにも音の呼吸1の方とどろきで、もう半分削っていくんだよね。あとこの惨劇の爆発でオッケー。さあ派手に行くぜ、全ての鬼を駆逐するまで。さあというわけで来たぞ山に。ここにはね、オッケー、任務始まって鬼がねたくさんいるはず。うわ早速任務してるぞ全員。うわははははえ、上限ここの山にいる。マジ最初の任務でいたらもうたまったもんじゃないぞ。うろこだきさん、あ、そして書き終わった。上限だ、上限いすぎだろ、何人いんだよ。全ての戦力ここに集まってない。俺だからここら辺のね鬼を狩り尽くしながら、早く俺も柱になりたいな。待って、これもしかして人知れずサイコロになってる先輩がいるわ。しかもね、なんかこの世界もうとんでもなく強くなったサイコロステーキ先輩がねいるらしいから、それもちょっといずれ見たいよな。さあ鬼を飼ってって、おお、すげえ、50体倒して格闘が使えるぞ。え、もう格闘使える、マジか。握力で刀を赤く染め上げる。で、あとやっぱり柱もそうだけど、あざみを目指したいんだよな。だから早く柱になりたい。そして、おお、階級もしっかり上げてって。さあ来たぞ、柱の一歩手前まで。そして柱になるには12気づきを討伐。だからちょっと加減行きたいな。加減探そう。ただやっぱり強い鬼はいるよな、村に。加減の6か、ちょうどいいな。早速音の呼吸1の方とどろきで先制ダメージ。そしてもう一つ C の方、氷山無限。うわやばい、この範囲一帯に爆発を起こす。さあ切ってる、殴り合いだ、どけ。倒したぜ加減の6、結構強かったな。いや、この氷山無限結構強いぞ。なんだ、お、誰よりも派手に戦場をかけるもの。正真正銘音の呼吸を使う柱になったぞ。格闘も使ってないからな、さっき。まだまだ伸びしろあるぞ。あ、でもなんかさっきの村えぐいことなってない？加減倒したら上限多分出てきたな。あれ玉子だ、見なかったことにしよう。鬼殺隊よ、見ないうちにそんな体になっちまって。なんかめっちゃ落ちてる。いや鬼殺隊のアイテムか、面白すぎるだろ。これ鬼だったらね食えるんだけど、人間でも食えんのかな。試しに、あ、さすがに、あ、待って、あ、やばいかも。やばい、俺人間なのに人間食っちゃった。あ、やばい、めまいが。すごいむごいことをしてる気がする。人間としてやめよう。柱になった渦井天元の力がどれだけ強いか気になる人はぜひチャンネル登録、高評価お願いします。音柱の力果たしてどれだけ強いのか。さあもう柱になったってことで、そろそろね柱稽古をつけてもらいに行きたいな。さあ来ました、渦井天元さん。うわ、やっぱかっけえな渦井さん。そんな渦井さんによりは柱稽古をしてもらえるなんて。さあ早速やってもらうか。渦井さん同じ呼吸で開幕。音の呼吸1の方とどろき、そして4の方氷山無限で。さあ周りをね爆破させて。さあこの氷山無限がマジで派手でいいわ。これで音柱派手派手だ。そして音の呼吸5の方名言早々。さあ、おお、刀を回転させながらこの無数の斬撃派手にいくぜ。いや、ただやっぱ音柱強えぞ。さあしっかり他のね氷山無限とかも使いつつ、全ての方を使いこなしていけ。いや待って、遠くから見たらマジで派手だな。やばい、派手すぎて視界もね悪くなっていく。さあオッケー、倒した。一瞬水に入っちゃったけど、柱稽古音なったのか。ついに俺は正真正銘の音柱に。え、もうだいぶ強いんじゃないか。ちょうどねあそこに新しい山あるから、あそこ行って。さあここにはやつがいるはずだからな。さあ任務始まったぞ。さあ加減の5
後ルイ。さあ音の呼吸死の方トドロキ使って、死の方氷山無限。うわ強い、これが柱。そんな奴の攻撃も痛くないぞ。あ、ちょっと痛い、やばい、ちょっと、あ、待って、結構痛い。さすがに油断はできないな。いや、この技ちょっと痛いけど関係ない。さあオッケー、加減の5もね余裕で倒して、よっしゃ、これぐらい強いんだったらちょっとアザボの目指したいな。誰か俺を目覚めさせてくれそうな奴はいないか。アザボのはねダメージをねめちゃくちゃ食らえばなるから、じゃあそれをちょっとここら辺の奴らで。お、オッケーオッケー、いいね、痛い、ただその痛みが力になる。おお、なんだ、普通に炎の呼吸使う鬼殺隊がいる。さあ、おお、ナイス、お前か、俺をアザボの覚醒させてくれたのは。すげえ顔。さあこれでついに来たぞアザモノ。でこれでねようやくね格闘も使えるから、さらに強くなったぜ俺が。うわ、なんだ、びっくりした、首のない鬼、ごめんな、ルイヤも倒しちゃったよ。さらばだ。それならじゃあ早速なってみるか、いくぜ。アザモノにからの格闘発動。さあ見てくれこの刀。さあちゃんとね両方格闘にして OK、 これで正真正銘フルパワーだ。お、なんだ、おお、すごい、え、この街なんかめっちゃ綺麗だ、緑に白ってめっちゃいいな。やべ、普通に俺マイクラで感動してる。さあこうすればもうここら辺の鬼なんて余裕よ。さあしっかり呼吸も全部使いながら、ちょっとここまで来たら行きますか、そろそろ。さあいるな、ダキ、ここで今お前を倒す。さあバトルだ、全集中。音の呼吸1の方トドロキ、そして死の方氷山無限。さあこの周りに爆発をかましていく。さらお前飛び出た牛太郎だ、やばい毒だ、この上限の6たちを倒していきたい。さあ氷山無限で爆発させていきながら、いや毒がマジで痛い。いくぜ、ボンの方名言早々。いやただやっぱ2人で相手にするってなるとかなりきついな。ただ呼吸も使ってって、ダキとはもう首取れてるからな、あとは牛太郎を倒すだけ。さあ全ての方を使いながら、ただマジで強え、毒が痛すぎる。さあ近距離でこうやって殴り合いながら、お、さらに進化したぞ、透き通る世界か。これで見えるやつの力が氷山無限で、さあ周りにダメージ出つつ、もう少しだ、もう行くしかない、名言早々。さあ行け、オッケー二人回して倒したぞ。音の呼吸で牛太郎に抱き、これが兄弟の絆か。確かに二人相手するのはしんどかったけど、音の呼吸ならこのね範囲結構ね、これね体育も得意かもしんない。こうやってもう斬撃でね、もう全ての範囲を切り刻んでいく。そして爆発もねあるから、これが音の呼吸か。だいぶ派手だったな力が。これで柱として全うしたんじゃないか。よっしゃ、ここまで来たらちょっと妻に癒されよっかな。さあ帰ってきたぜ妻たちよ。いやいいね、総出の出迎え。ちょっと待って、待って、ちょっとあれ、俺嫌われてる。ただやっぱこの3人可愛いな。本当はな、ちゃんとした妻3人に会いたかったんだけど、この世界にいないや。いやでも音柱強かったな。さあ次の柱稽古は一体誰になるのか。水を音ときたら、そしていずれね奴も倒していきたいからな、全ての元凶を。さあ産屋敷さん倒したよ俺、上限を。待って、何しとる産屋敷さん、狂っちゃった。しかも今回5体満足だからな、素晴らしい成果だったんじゃないか。おお、炭治郎いる。まさか俺が柱稽古をする側になるとはな。ただやっぱ音の呼吸はな、他の方よりもね少なかったからな、3つしか使えなかったけど、もうそれでもこのね破壊力、他の方も見てみたいよな。渦井天元の145しか使えないからね、使えないというか出してないからな。他の方とかもめちゃくちゃ激しいんじゃないか。さあ前の炭治郎、これが柱稽古だ柱がちゃんと強え。じゃあそれならちょっと柱同士首ででも締めるか。前回使った富岡牛、ちょっと待って、まさかの参戦する産屋敷さん。じゃあやってみるか、目の前で。水対応と一の方トドロキ、死の方共産無限で相当強いかもしんない。ただ水も強いぞ。ゴの方名言早々。さあお、結構いいダメージ入って、うわははははアザモなってるわ。じゃあちょっと俺もアザモノになりつつ、うやべ、ノックバックエグいぞ。逆に逃げられた。アザモノ同士お互い本気だ。静か波紋好き、マジで綺麗すぎるだろ。美しさは負けてるかもしんない。やべ、先生いる点だ。痛すぎ痛すぎ。ただそれを俺の音でいなしていく。俺もちょっと本気でいかないとな。さあダメージ与えながら殴り合って。ただやばい、アザモノ同士だと火力感が一緒すぎてやばい。さあ近距離で切り合って、投げた。ただ無効化されても構わない連発はエグいな。すごい、刀と刀がぶつかって金属の音が鳴り合ってる。やばい、ちょっと待って、やばい、流れ入っちゃった。オッケー、ただ倒したぞ水柱富岡牛。ごめん産屋敷さん、多分めちゃくちゃになったわ中身。さあこれで上限も倒して、同じ柱も倒して、この鬼滅の刃の世界だいぶ力をつけられたんじゃないか。じゃあちょっと序盤に言ってた最強に会いに行くか。それはもちろん、わははサイコロステーキ先輩。なんだ、おびっくりした、建物できたって。何ここ、どここれ。産屋敷邸できたわ、なんか俺たちのいた座標で。びっくりした、無限城かと思ったわ。さあ気を取り直してサイコロステーキ先輩。まあ普通だったらねこんな感じでもう一瞬でねこのサイコロになっちゃうと。ただこのサイコロステーキ先輩に鬼滅寺無惨の地上限倒して手に入れたから、これを飲ませると。さあ折り返したぞサイコロステーキ先輩が。見て
くれこの顔超怖え。しかもねこの状態だとやつはねオリジナルの呼吸を使ってくると。なんだその技は。これ相当強いんだよね。うわ反射してきた。さあ殴り合って。あれでもあ待って意外と戦えるかも。サイクロステキ先輩はもしかしたらサイクロステキ先輩なのかもしれない。いや強いぞやっぱり。これが鬼舞辻無惨の地下一滴飲んだだけでこの強さ。サイクロステーキ先輩強え。この世界ねこんな感じでもう普通は見れないとんでもない力がね結構あるからそれをね使っていきたいんだよな。にしてもサイステ先輩クソ強え。